野田パイジムの野田パイです。今日はアイラテラルバックウォッチングを紹介します。これはですね、眼下の筋のうち、外側直筋という筋肉を鍛えるトレーニングになります。外側直筋は眼下の内転ですね、眼球の外転です。外を見る、横を見る、あるいは遠くを見るといった筋肉を鍛えるトレーニングになります。眼下の筋のうち、外眼筋のうちの外側直筋と内側直筋っていう、この2つが拮抗筋として働いてるんですけど、内側直筋っていうのは眼球の内側についていて、より目をするっていう筋肉になります。で、現代人の生活はの多くはですね、より目がちで近くで物を見て、そしてそれだけではなく、ビジュアルディスプレイターミナル PC とかスマホで積極的に、この画面の明かりのもとで積極的に情報を見ていく、情報を探していくということで、近傍の業種っていうのをめちゃくちゃやってるんですね。しかもめちゃくちゃ能動的にっていうので、テクノストレスかかってしまう、っていうところで、まあ本当はこの寄り目だってしたくはない、一時もしたくないぐらい、遠くを見てあげる、あるいは外を見てあげるっていうところをが大事です。はい、この眼性疲労、眼疲労が、治らなくなったものが眼性疲労ですけれども、慢性的なその目の疲れとか重みとかに悩まされている人がいる。そこから転じてですね、眼病なり、頭痛なり肩こり、首こり、腰痛ってところにかなり密接に関係してきているので、そこを治すためのコンディショニングの積極的な休養のためのトレーニングになります。はい、ではやってみましょうか。外側直筋、外転する、眼球を外転する筋肉です。これが内転っていう、近くを見る、より目をするっていう内側直筋の拮抗筋であり、これを鍛えることが、その改善のための根本の原因を、なくす、根本の原因を解消する、トレーニングになりますし、内側直筋のリリース、対症療法にもなります。やってみましょう。要は外に見るってところを、頑張ってやっていくって感じです。ただ一つの眼球でこうグッと外を見るっていうのは難しいので、片目を押さえてやります。私今からこちら右目なんですけど、右目の外側直筋を鍛えていきます。アイラテラルバックウォッチング、横を見ていきましょう。自分の、指とかを使ってもいいです。携帯でやってしまうと携帯でテクノストレスかかってしまうので、この指とかなんか別のものがいいですよね。指を自分の前に置いて、ここにピントを合わせます。右目で自分の指を見る。ここから横に離していきます。これはまあこの指は30センチとか、それ以上離してもらって見えるところにしましょう。横に離しながらぐーっとこれを見たまんまキープして、でできるだけ首を動かさないように見ていきます。ぐーっていうようなトレーニングですね。これ結構きついです。呼吸に合わせていきましょう。一回息を吸って吐きながらゆっくり見ていきます。手も動かしていきます。どんくらいのスピードかというと、呼吸が続くぐらいです。呼吸が続くまでです。吐きて見に行くっていうのが1セットですね。でたくさんやる必要はないです。ただししっかり横を見たいので、横というかもう後ろを見に行くって感じです。後ろの人の顔を見に行く。ぐーっと後ろの人の顔を見に行く。顔を見に行く。ぐーっと、としたらここで限界かなっていったところで、もう一度息を吸って吐きながらもっとより後ろを見に行く。この時にどうしても首ちょっと多分私動いてると思うんですけど、これをですね、今度はより後ろを見る、横を見ていくためには、ここ今見えてます、見えてる、ギリギリ見えてる指を見たまま、今度は首を戻していきます。こういう感じで大げさにやると、こうやっていくとさらにストレッチ、トレーニング、収縮っていうのをかけていくことができます。戻りましょう。いいですか。ここから横を見ていって、一呼吸したらもう一回吸って、一呼吸もっと頑張って見に行く。もっともっと限界まで行ったら、後ろを見る、後ろの後頭部を見るってぐらいで、ぐーっと。っていうイメージ持ったまま、もう一呼吸で首を戻していく。こういうと賢く、内側直筋、外側直筋を鍛えることができます。という感じです。やった後は、休めてあげて、逆行きましょう。これはですね、目はめちゃくちゃですね、脳神経ダイレクトにつながっていて、頭が疲れてしまうので、毎日っていうほどやらなくていいと思います。1ヶ月に1回とかで十分です。で、呼吸が続いて3セットで十分でしょう。はい、というわけでですね、これが外側直筋のトレーニング、アイラテラルバックウォッチングでした。ぜひ皆さん、目が疲れたなと思ったら、月に1回はやっていただければいいかなと思います。やった後は目閉じて、温めるなり、温冷刺激をやる、上を着てホットアイマスクの後に、
冷たいもので冷やしたりして、交互浴ですね、交互浴、温冷刺激によって休めてあげていただけるとより効果が高まるかなと思います。他の眼球のトレーニングに関しては、別の動画をご覧ください。以上です。野田パイジムの野田パイでした。